はい、今回は、ワールド・オブ・ウォーシップスです。2020年の、混合型大戦艦2月5日に録画した動画と。何ヶ月目だっけな、ウォーシップスやり始めてから。3ヶ月ぐらいか、ちょうど。11月末ぐらいからだったはずなんで、2、3ヶ月前後。でですね、今現在、2月の頭からかな。アルペジオとコラボしてて、ミッションをね、達成すれば、混合型戦艦を、何隻か取得できるという状況になっていて、でしかもね、取得条件が割と、緩い感じなんで、ティア7とか8がちょいちょいあって、ティア5がある程度揃ってるような人は、多分、何日かやり込めば、十分手が届くようなところで、今回設定されてるんで、かなり、ぬるいイベントになるんじゃないかな。言い方は悪いんだけど。今回はぬるめのイベントですね。サービスかな、多分ね。いやー、早速魚雷が。これ一発入るな。てか、後ろにいるし、味方。これ一発で、ナイス。これで、後ろから突かれたことで、船首部分のね、魚雷を回避したっていうね気のせいです。はい。で、混合型戦艦は砲の回転が遅いですよね。戦艦じゃね、船体そのものの展開は早いんですが、主砲の展開が遅いということなんで、頭というかエイムを先に合わせて、頭を後から追わせるような形にした方が、優位を取りやすいっていう感じですね。だと思います。ウィキはあんまり見てないんで、今回もね、例に漏れず。見てもね、結局、覚えらんねえたちなんでね。結構いるな。何キロ？何メートルだ、あれ。16か。あ、手前に駆逐艦が。12キロで出てきた。当たるか。あ、消えたわ。駆逐艦はね、隠蔽だっけ。要するに、ステルス性能がね、高いんで、ロストする、割合も大きいと。大体ロストするよね、基本的にね。結構減速してんな。あれ、あそこから加速してももう間に合わないでしょ。カスダメだけど、取れないよりはいいや。そう、だから、船体を、混合型の場合はね、船体を多分フリフリして、砲はずっと一定方向を向いてるみたいな状態が、対人での定石になるんじゃないかな。おそらくだけど。それ以外で、避けきれない、敵の弾。多分当たるっしょ。岩に突っかかって後ろに加速するんで、あ、いたな。カスダメだけど。ダメージ入ってないか、今。17キロ。じゃ、正面にいるのか。駆逐を狙うよりあっちの巡洋艦やった方がいいかもな。戦艦は岩裏だしな。味方が戦艦の方に撃っていて、喧嘩を売るような構図になっている。いいんじゃねえかなって思うけど。数が多いから。何隻かやられても多分大丈夫だと思うけど。あの駆逐死ぬな。さすがにあそこまで行ってると助けるのは間に合わないな。このゲームはね、HP 低い艦艇っていうのが集中的に狙われるんですよね。スコアに直結するんで。
なのであの駆逐はまあ死にますね。残念ながら助けようがない。マップの反対側で戻れ合戦が繰り広げられている。ああ、まあ確かにそうだな。敵艦艇の数が向こう側に寄ってってるんで、駆逐やられちまったか。こいつやるか、先に。当たるか。こいつ曲がるね。曲がる曲がる。右に切ってるんで。この辺、あ、でも12キロだしな。巡洋艦だからもう少し前でもよかったかもしれん。直撃。敵巡洋艦を沈めた。出来の悪い艦艇だ。最高だよな、これ。これ実装したやつ天才だと思うわ、マジ。そのセリフチョイス、そこかって。他のね、戦艦も、2隻か。もうすでに手に入ってて、この調子でいくと、まあ、期日よりかなり手前で全艦入手することになるんだと思うんですけど、まあ、金剛だよね、やっぱね。金剛はキャラクター的にもね、最高ですね。やっぱ金剛でしょ。いけるかな？魚雷早いしな。あ、撃ったか。距離が近いと、こう、上向きの放物線を描かないんですよね。ほぼ真横にフラットに飛んでって、弾速もかなり速いんで、まあ、距離が近い方が基本的にこのゲームは有利だけど、行き過ぎるとやられるっていう、まあ微妙な駆け引き。今の俺はちょっと下がりすぎかもね。まあ味方があんだけ前に出て敵があれしかいないっていうことは、本当に左側に寄ってったな。さっきから戻れ戻れっつってる、プレイヤーの指示はまあ正しいですね。あれ突っ込んでも、集中砲火で蒸発するだけなんで。でだよ、そう。一応ね、アルペジオ、アニメも見たんだけど、まあまあ、ありきたりかなっていう。まあ、あの、ストーリーはね、やっぱり、アニメそのものの、まあ、インフレが続いてるからね、しょうがないんだけどね。ありきたりって言うしかない。ただね、キャラクターは立ってた、かなり。それぞれ。で、その中でやっぱり金剛がね、素晴らしかったね。あそこまで冷え切ったキャラって、そうそう見なくない？最近は。最近っつってももう何年も前かな。古いのばっかり見てるとな、疎くなるよな、そういうの。一番最近見たアニメがだって、バビロンとかだからね。あれはひどかったね。あれは賛否両論だけど、俺は悪い方に、まあ入れようかなっていうふうに思う。届くか、これ。20だしな。まあでも味方の方に舵を切ってくれるんだったらそれでいいかな。引き込めたということで、俺の弾もまあ無駄弾ではなかったと。よろしく。あとはよろしく。頼むわ。あの、ファニーナイツ、あのフィギュアね、フィギュアで出てるんですよね。8分の1の足を組んでる金剛殿が。これはね、あの、まだ4桁で新品定価で売ってた時にね、某、あの、大手のネット通販の在庫がある時に、安すぎるなと思って安すぎるわと思って買ってたんですよね。でなんかよくよく見てみるとなかなかよくできてて、フィギュアそのものも、そっからね、まあキャラクター的には割とハマってる方だったんで、この上から目線もね完璧だね。敵艦艇が何隻かこっち側に引き返してきている。まあ、味方が下、マップ下の方でね、陣地を守るような、組み方に見えるよね。敵から見たらね。あれは引くよ。
そこに突っ込んでいこうと思ってるあの戦艦はちょっとね、なんか勇気のある人だなって思うよね。うん。戦場に火災が発生、消火を任せる。消火、消火した。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。はい、え、ナノマテリアルとか使えるの？この人。使えてないよ。気のせいだよ、気のせい。うん。二次元に魚雷世界観を壊さないで。クラインフィールドを展開しろ。ウォーシップスの世界観、クラインフィールドとかねえから。頼むわ。でここで突っかかったのは、わざとで、あの、このゲーム減速するのにもパワーが必要なんですよね。減速も時間かかるんで、壁にぶつかって一気に停止した方が早いんですよね、なんか。なので、よく壁にぶつかります。うん、壁にぶつかって、ゼロスピードから、後ろに振る、バックと。うん、あ、ダメ早えな、さすが駆逐。やるね。右の駆逐が死ぬ前にあいつを落としたい。やばい、味方が死ぬ。残り1500で燃えてて消火できてないんで、多分厳しい。なんとか守りたいが。あ、魚雷入るな、あれ。入んない。ギリ入りそうに見えるんだけど。あ、はい。気のせいでした。あ、出来の悪い艦艇とか言わないんだね。さっき言ってたね。出来の悪い、あ、魚雷来たわ。竜城からの攻撃。いや、入ってくんね、ここまで。あ、これダメだな。まあでも HP 高いんでね、戦艦は。うん。戦艦は HP が結構モリモリなので。まあ、魚雷1、2発はまあ、余裕で受けれる。かな。うん。でも、駆逐とかが近くにいて、もう何発も魚雷撃たれるっていう風になると、もう船体が大きいんでね、前後に。うん、なかなか避けられない。あれは。まあ、近づきすぎず、距離を取りすぎずっていうところで維持していきたい。てか、味方がかなり引いたので、もう俺も引いていいかな。多分拠点を取ろうとして、ここに椅子あると集中砲火で蒸発するんで、うん、味方陣地の方に敵も来てるし、うん、カバーに回ろう。諦めも、まあ、戦略の一手ということで。バトロワとかをね、やり始めてから、諦めのタイミングが良くなったよね。なんか知んないけど、うん。倒しに行くことが減った。かなり。パイク援護。まあでもそっち多分空母が行ってるんで、味方の。なぜか。めっちゃ前出てる。空母が。やるしかねえな、あいつ。2対1の状況から2オン2で5分に持ち込みたい。味方の戦艦引いてほしいな、あれは。まあ、言うて、HP 的には俺の方が少ないんだけどな、ちょっとな。こっちをロックしてるやついないから、チャンス。直撃が入れば、あとは味方がちょいちょい撃つだけで多分落とせるはず。直撃にならないけど結構減ったな。追ってくるな、こいつ。空母の人、結構俺に張り付いてくるな。まあでもな、迷彩がな。うん。アルペジオ迷彩だからな。わかる。気持ちはよくわかる。迷彩のやつをね、こう、集中的に狙っていく。うん、あるあるだよね。あるある。うん、こいつ迷彩で調子こいてやがる。つってね。ぶっ殺しに来る。うん、
オーケーオーケー。アドミラリティコードの命に従おう。オーケー。直撃にならない。うー直撃って前後に入れるんでしょ、艦艇の。まず前後をね、意図的に狙うってなかなかハードルが高い。あ、味方の航空部隊が魚雷を放っている。あと一撃だな、あれ。入ったな。あ、はい。浸水と火災のダメージの方が早かった。ものすごい勢いで減ってたな、そうすると。がっつりだった。味方もう少し下がってほしいんだけどな。魚雷いってるしな。観測機発艦。味方も爆撃機をしって言うけど、でも、まあ、空母距離じゃねえや、位置おかしいからな、すでに。カバーのしようがない。こうなってくるともうね、空母よりも戦艦とか巡洋艦の方が戦略的には重要になってくる。多分あの一機は、一機じゃねえ。一艦艇は普通に落とせると思うんで、空母だけでなんとかしてもらいたい。AP 使ってるよ。AP なんだよ、これ。タラトニウム反応。前方から魚雷が接近中。霧なら当然の結果だ。倒したか。まあそうだよね。痛くない。痛い。ちょっと痛いぞ、今の。よし、直撃。あと一撃だな。まあ、あれ終わるっしょ。味方に任せて、向こうのカバー行くか。だから痛いんだよな。痛いんだよな、それ。っていうか、なんでこの局面で俺のことを攻撃してくるんだ。HP あるのに。私たちの艦隊が優勢だな。おいおい。霧も甘く。まあ、しょうがないか。砲がこっちを向いてれば、こっちを狙う方が効率がいいからな。グッジョブ、グッジョブ。倒したか。オッケーオッケー。あとは正面のやつをやって、まあ、空母はいないようなもんなんで、こんだけ、駆逐以外が残ってれば、対空もなかなか高いんでね。まあ、勝てたかな。中盤、ね、結構危ねえなって思ったんだけども、まあ、味方が、の立ち回りがね、結局チームとして全体的にいい方向に傾いた。だろうね、多分。こいつもよく逃げ切ったよな。中盤死ぬかと思ったけどね、この駆逐艦で。よい生きてるわ、ほんと。あ、空母が死ぬ。待て、落ち着け。撃つな、撃つんじゃねえ。結構みんなすり減ってんだよな。あ、入るね、あれ、魚雷が。これが入るか？カスダメ。というかダメージ入っていない。あ、はい。味方は間に合わなかったか。あ、入るな、あれ。よしよし。残るは空母。竜城が俺のことを狙ってきてる。やめて。結構食らったな、今。なんだ、あれ。爆撃支援が来ている。ん？あ、残り時間か。3、2、1。ああ。結構長い戦いだったな。で、ランキングのレーティングが向上。どう？まあ、スコアは。まあ、真ん中よりは少し上。てか、ティア的に7とか6とかいる中で5で戦ってたんで、まあかなり
善戦したって感じかな。美味しい、これ。一撃で21万クレジット。干潮経験値も3000入って。あ、カルマを送ってくれた人がいる。ありがたいね。はい。というわけで、今回この辺で終了です。次回はあるかわからないですが、まあ、あったらね、投稿するんで、よろしく。